タイミングで彩香がお父さんに手紙を読んでくれるんで、うん、もっとそこでいい感じの表情で受け止めてもらって。そういうのね、ちょっと苦手なんだよね。だから、なんかなくす方向ってないのかな、それは。やっぱり客が一番盛り上がるんで。うん、そうね。まあそういうのもね、あとはいいかな。じゃああとはよろしく頼む。素敵な人よね。短くて。そうですね。うん、いいね。もうまだなんかあったらすぐ来るんで。そうだね。まあ特にもう大丈夫じゃないかな。ありがとうございました。うん。じゃああとはよろしく。かっこいいね。じゃあ行こう。気をつけて。じゃあ行ってきます。うん。行ってらっしゃい。ありがとう。いや本当よかったね。結婚相手。いや。イケメンでね、爽やかでね、育ちも良さそうなのよ。よかった、よかった。おはじゅくん。この度は、おめでとうございます。ありがとうね。結婚式来てくれるんでしょ？あ、はい、まあそのために帰ってきたんで。久しぶりね。あ、そうですね、すみません。ね、お疲れ元気そうだよね。いや、ありがとうございます。どうしようかな。よし、戻るか。寒いな。早く結婚するなと思わなかったわ。時間差無事よ。入ってきてんだよ。小さい頃はよくベランダから行き来してたじゃん。はあ、危ねえし、俺こっから落ちて母ちゃんにちっちゃい頃すっげえ怒られたんだよ。部屋変わったね。え？ああ、いやなんか壁紙と床張り替えたんだって。なんか仕事楽しい？仕事？まあ普通かな。あ、今回はいつまでいるの？え？いや、だからお前の結婚式終わるまでだよ。そのための帰省だし。そっか。いや、そうだよ。何言ってんだよ。悪いね。で、何？あ、うちのお父さんとお母さんは、よかったら晩ご飯一緒に食べないかって。あー。え、いや、てかそういうのってさ、最後の家族水入らずじゃないの？あー、でも家族みたいなもんと思ってんじゃないの？うちの親。え、そんな。まあいいけど、それだけ？うん、分かった。じゃあ、行くね。うん、じゃあ、てかさ、ん？他になんか言うことないの？うん、結婚おめでとう。ほんとだよ。晩ご飯一緒にどうかって。勝手に入ってくんな、シワは。ああ、何怒ってんのよ。あいかちゃんは結婚後どこに住むの？名古屋に住むの。名古屋？うん、そうなんですよ。俺が、名古屋のすっごい綺麗なタワマンで、タワマン、しかも最上階の、
大丈夫かいって。まあすごいね、見晴らしいいんですけどね。まあでもほら地震来ると怖いんだよね、たまにって。だすごいよ、ね。だってでもだってね、最新の設備みたいになるんでしょ。まあまあまあそうなんですけどね。そうそうそう。かえって安全なんじゃない？だって車もすごいの乗ってたもんね、会社。ああ。内装とか赤ですごいかっこいい。兄貴ちゃんはーい。はいはい。あ、焼けてる？もういい？これ焼けてるから。うん。もう野菜も食べなさい。うん。消えちゃったかな。野菜ね。うんうん。おいしそう。ああ。食べよう。車ね、俺は国産が好きだけどね、やっぱりね。やっぱ乗りやすいしさ。高級車買えないもん。もう憧れちゃうわ。いや、いいんだよ、国産が。うん。見つけてみたら、お金を。もらおうかな。おばさん、元気だった？うん、元気。だった。式楽しみにしてるからね。緊張するんだよね。まあ、そうだよね。うん。お父さんのお手紙とかやっぱ読むの？一応ね。ちゃんと差をかけた？ないもんね。いやでもどのくらいの長さがいいなのなとか思ってて。そう。いやー俺泣かないと思うんだけどもな。いや泣けるよ。泣けるかもしれないよ。結構ね友達なんかもね、娘が結婚すると泣いてんだよね。なんかね。急に酒持ってきてさ、うん、酒飲めませてきて俺全然まだ飲めなかったのにさ、うん、で次の日結局二日酔いになって、うん、母ちゃんに酒臭いっていう酒飲んだのバレてめっちゃ怒られた。え、そんなことあったの？あったよ。本当に変わってないよな、そう本当に。はじめが中学の時好きだった子いたじゃん、あの子なんだっけ、リサ。あの子ともう連絡取ってないの？え、取ってないよ。取ってないの？知らないし、連絡先とか。あれから？うん。でも初めのこといいなって言ってたんだよ。嘘？知らないの？いや教えろよそれなら。知ってると思ってた。知らねえし。もったいな。小学校1年生の時にさ、なんかみんなバレンタインであげてたじゃん。で、あれで、そう、私もあげたくて、でもお母さんに内緒でやす子に買いに行ったの。そうで、そしたらさ帰れなくなっちゃってさ、うん、ねえ、はじめ、お母さんも仕事行くからね。あんた今日用事ないの？いや別に。やることないからっていつまでも寝てないの。お昼ご飯は自分で何とかするのよ、あとゴミ出しといて。はいはい。おはようございます。おはよう。忘れ物ないわよね。大丈夫だよね、でもね。どっか行くんですか？うん、ちょっと温泉に日帰りだけどね。愛川は用事があるんですって。でもなんかそういうのって普通3人で行くもんじゃないですか？最後の家族旅行みたいなのじゃないんですか？まあ、そういうのは先月行ったのよ、一泊で。はじめくん暇だったら来るか？いや、さすがに遠慮しておきます。そう。お二人で行きましょう。OK。 じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。気をつけて。うん。
しい箱。変わんないね。全然変わってない。まあ富士山だからね。まあそうだよね。このお出汁美味しいよね。よかった。そういえば愛花ちゃん新婚旅行どこ行くの？どこ行くの？ハワイ行ってくる。へえ。私行ったことない。私たちハワイだったの新婚旅行。へえ。そうさ、親子揃って。それ聞いてた。あ、そうなんだ。新婚旅行どこだったの？うちはね、沖縄行ったの。ああ、いいよ。海外旅行したことなくて。そうなの。ハワイってなんかあれでしょ、海も綺麗だし、ご飯も美味しくって、ショッピングもできてみたいな。日本語も通じるしね。マリンスポーツ？楽しかったマリンスポーツ。何や？大丈夫だ。スキューバダイビング。飲もうよ。ね。それお茶だな。はい。バナナボート。いいよな。あ、じゃあいっぱいだっけ。うん。じゃあとりあえず乾杯。乾杯。うん。やっぱり寂しいもんだな。お父さん飲みすぎよ。俺はさ、愛香ははじめくんがもらってくれるもんだと思ったんだけどな。もうお父さん飲みすぎだって。そうよ、うちのはじめなんかじゃ愛香ちゃんはちょっともったいないぐらいだし、それに結婚相手の人ちょっと見たけど、すごい稼いでそうな人だったじゃない？そうね。やっぱ男は会社だと思うのよ。お金大事だからね。そうね。お前は本当にいいのか？人生っつうのはさ、選ばなかった選択肢の方が多いんだよ。何選んだってさ、後悔するもんなんだよな、人間はね。だからこそ自分の気持ちにね、正直に生きてほしいんだな、俺はね。お父さん飲みすぎ、いい加減にして、起きて、寝て。そうだね、寝るか。ごめんね。ちょっと美味しいな。寂しくなっちゃったんじゃない。ねえはじめ、見てごらんなさいよ。愛香ちゃん綺麗ね。